超高速、非接触通信を容易に実現可能な ST マイクロエレクトロニクスの 60GHz 帯、無線トランシーバー IC 及び非接触イーサーネット通信のデモをご紹介します。ST60A2D0 を使用した非接触ギガビットイーサネットのデモをご紹介します。ご覧のようにウェブカメラをイーサネットでスイッチングハブに接続しています。スイッチングハブの別のポートはノート PC に接続しています。このようにイーサネットで転送したビデオデータを PC 上で確認することができます。この部分に ST60A2D0 を使用したイーサネットトングルを用いてウェブカメラと無線で接続しています。このように画像を転送している途中にドングルを離すと通信が遮断されますので、カメラの画像が一旦途切れます。ドングルを接触させるとコネクションが再開され、再度動画の転送が開始されます。先ほどのデモで使用したドングルは、このデモキットで構成されています。ST60A2G0 は半二重通信をサポートしています。イーサネットの全二重通信を実現するため、ボードあたり2個ずつ使用し、片方を送信モード、片方を受信モードに固定しています。また、ホームアンテナも2個実装しています。デモキットは最大 1Gbps をサポートしています。ST60A2G0 は外部ピンによるハードウェア設定のみで動作しています。ソフトウェアのサポートは不要ですので、容易にワイヤレスイーサネットの評価が可能です。ST60A2G0 は 60GHz 帯のいわゆるミリ波を使用した近接無線通信トランシーバーです。アンテナ以外の無線通信に必要なコンポーネントをすべて内蔵したコンパクトソリューションです。ギガビット PS クラスの非接触通信を容易に実現可能です。消費電力は送信モードで40ミリワット以下です。ハイデータレートモードでは最大 6.25 ギガビット PS までの SLVS、LVDS をサポートし、1ギガビット PS のイーサーネットに対応します。ローデータレートモードでは最大 100Mbps までの UART、GPIO をサポートします。レイテンシーは送信・受信側合わせて8ナノセック程度と非常に小さくなっています。パッケージは超小型の 2.2mm×2.2mm VFBGA です。アンテナ以外の外付け部品は不要です。また、インダストリアグレードにも対応します。こちらはアプリケーションの例です。幅広いアプリケーションに無線によるケーブルレス化、コンタクトレス化による利点をもたらすことができます。ファクトリーオートメーションの分野では、OTA テスト、OTA 書き込みを適用することで、ケーブルの脱着により発生しうる信頼性の問題を回避できます。また、工程内でのケーブルの脱着をなくすことができますので、生産の向上をもたらすことが可能です。LED テレビやビデオウォールではコネクタを非接触化することで装置の設置・撤去の容易化及び高い信頼性が実現できます。産業機器分野では電気的接点の非接触化により装置の自由度の向上、アイソレーション、信頼性の向上が実現できます。モバイル分野では非接触化、コネクタレス化により防水・防塵性の確保はもとよりデザイン自由度の向上が図れます。以上でデモを終了します。ありがとうございました。